ロート製薬公式 YouTuber の根瀬こころです。今回の企画は会社員の落とし方というわけで、会社員の落とし方って言っちゃうと世の会社員全般みたいに聞こえちゃうかもしれないんですけれども、今回はあくまで私根瀬こころの独断と偏見でオフィスでこんなこと言われたら一発で落ちちゃうというセリフやシチュエーションを発表したいと思います。男性の方はぜひ明日から参考にしてみてください。女性の方はわかるわーとか、それはわかんないなーという感じで楽しんでもらえたら嬉しいです。それでは早速行ってみましょう。オフィス街のお昼並ばず入れるお店ないよ。心が考える会社員の落とし方、そっけない先輩の一言。先輩おはようございます。おう、おはよう。ああどうしたの？いえ、なんでもないです。そういえば、今日のミーティング用の資料、午前中のうちに終わらせよう。大事なミーティングだから、よろしく頼むね。はい。それじゃあ俺帰るわ。お疲れ。お疲れ様でした。あ、そうだ。はい？前髪、切ったよな。え？はい、気づいてたんですか？まあな、かなりいいと思うよ。じゃあお疲れ。これはいいですね。やっぱり髪型を変えたりメイクを変えたり、そういう小さな変化に気づいてもらえるとキュンとしますよね。さらにポイントは少し間を空けて言われるところ。そっけない感じだけど実は気づいてたんだという時間差にやられます。心が考える会社員の落とし方、さりげない気遣いで。心ちゃん、なんか顔色悪いけど大丈夫？少し寒気がするけど、でも大丈夫。今日は帰った方がいいんじゃない？でも今日までに仕上げなきゃいけない企画書があるから。そっか、じゃあ一応熱測ってきなよ。医務室行けば体温計借りれるはずだから。ほら、変に無理して長期的に休みでもしたら、それこそチームのみんなに迷惑かけちゃうわけだし。そうだね、わかった。戻りました。あ、どうだった？少し熱があった。でも微熱だし大丈夫だと思う。ダメダメ、今日は帰りな。でも今日までに仕上げなきゃいけない企画書が。やっといたから。え？それやっといたからもう大丈夫だよ。部長にも伝えといた。早退して OK だって。みんな心配してたよ。ありがとう。ごめんね、迷惑かけて。いいんだって。あとこれ、ヨーグルト。食欲なくてもできるだけ食べなきゃダメだよ。早く直してね。それじゃ。時に優しくされるのはキュンときます。もちろん体調管理をしっかりするのは当然なんですけど、それでも風邪ひいちゃった時はやっぱり会社の人に迷惑かけて申し訳ないなって気持ちがあるじゃないですか。そんな時に罪悪感を感じさせないようにさりげなくフォローしてくれるような人は絶対モテます。モテる以上にそんな人は男女関係なくみんなから愛されるはずです。あーいいですね。心が考える会社員の落とし方、ガサツそうな人が。わあ、今日も仕事頑張った。さて今日は飲むぞ。なんだかんだ毎日飲んでない？飲みすぎには気をつけてね。大丈夫だよ、ビールは俺のガソリンだから。またそんなこと言って。あ、ハンドクリーム出しすぎちゃった。もらってくれない？いらねえ、俺は保湿なんて気にしないんだよ。乾燥してカサカサになっても知らないよ。うるさいな。じゃあお先に。あれ、なんかいい匂い。もしかしてデオコ使ってる？バカ、そんなわけねえだろ。いや、この匂いは絶対使ってるでしょ。ちゃんと匂いケアしてるんだね。別にそんなんじゃねえし。てか俺もう行くから。なんでそんな急いでるの？早くしねえと薬局閉まっちまうからだろ。あ、さてはデオコ買いに行くんだ。うるせえな、何を買おうと俺の勝手だろ。それに男だっていい匂いさせたいんだよ。じゃあな。はい、これですよ。
よ皆さん。やっぱり今時男性も美容とか匂いに気を使ってた方が好感度高いんです。もちろんそういうケアを積極的に取り入れてる人も素敵なんですけど、少し照れがある人もいいですよね。強がってる感じとか可愛らしくてキュンとします。さあ皆さん、今すぐデオコを買いに行きましょう。女性はもちろん男性でも全然使える商品ですよ。そして会社でいい匂いだねなんて言われた時は、そんなじゃねえし、どう強がってみてください。きっとモテるはず。保証はしませんが。以上、心が考える会社員の落とし方でした。またね。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ればと思った人はこちら、チャンネル登録をせればと思った人はこちら、 Twitter を見ればと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。